長野から大阪まで鉄道で行くということはですよ、特急しなのと東海道新幹線に乗れちゃうんですよ。もう待ちきれませんね。行ってきます。乗り鉄佐々木アナウンサーの大阪旅、まずは長野駅から特急しなのに乗って、道中駅弁を楽しみながら名古屋駅へ。名古屋駅に着きました。ここから東海道新幹線ののぞみ号に乗って新大阪まで向かいます。東海道新幹線なんですけど、東京と新大阪をなんと最速2時間21分で結ぶ世界初の高速鉄道なんです。そして名古屋から新大阪まではおよそ50分。新大阪駅に到着しました。ここから1泊2日の大阪旅行を楽しんじゃいますよ。大阪旅1日目は万博記念公園の太陽の塔、そして新世界で串カツや土手焼きを堪能しました。衣サクサクでこれたまんないですね。大阪に来てよかったです。ありがとうございます。2日目はどんな旅になるんでしょうか。やってきました通天閣です。夜のライトアップされた通天閣も綺麗だったんですが、昼間も展望台から素敵な景色が見られるそうなんですよ。大阪の有名な観光スポットといえば通天閣。エレベーターに乗って地上92メートルにある展望台へ向かいます。この羽田市展望台からは大阪の街を一望。床が透けているので空中を歩いているようなスリルが味わえます。さらに通天閣には行列のできる話題のスポットがあるんです。それがこちら、体験型アトラクションタワースライダーです。高さ22メートルからですね、全長60メートルを約10秒で駆け下りるということになってますんで、はい、絶叫必至となっております。では行きましょうか、はい、60メートル10秒ですちょっとドキドキですけど、はい、行ってきます。じゃあお尻から触ってください。はい、失礼します。はい、頑張って頑張ります。で足一番動いて行ってきます。じゃあ寝ていただきまして、はい、はい、じゃあ行きますよ、はい、せーの、いきましょう。体が、いやめちゃ楽しかったです。でも今なんか頭が回ってます。今なんか地球が回ってます。楽しかったです。いや本当ありがとうございました。ありがとうございました。この日は平日にもかかわらず1時間待ちという大人気アトラクション、通天閣の新たな名物になっています。続いて佐々木アナウンサーが向かったのは、大阪といえばこの景色有名ですよね。ということでこの道頓堀川周辺で大阪グルメ満喫しちゃいたいと思います。道頓堀は食い倒れの街として名高いグルメなエリア。美味しそうなお店に目移りしてしまいますが、目線を少し上げてみると巨大な立体看板のオンパレード。大阪らしい街並みも楽しみながら通りを進んでいくと、何やら行列のできるお店を発見。昭和47年創業の本家大凧。道頓堀の中でも歴史のある
たこ焼きの老舗です。お店の名前の通り、大きく切った新鮮なたこが入っています。いやー、かつお節もたっぷり乗ってます。いただきます。うん、すごい、タコがプリップリですよ。いいですね、この全体がふわっとしていて、昔ながらのたこ焼きという感じです。ソースも甘めで、やみつきになりますね。さらに、たこ焼きと並んで人気なのが大阪グルメの定番、お好み焼き。出来たて熱々をいただきます。おいしい。もっちりしていて、中の具材が、お野菜がシャキシャキなんですよね。マヨネーズもいいアクセントになってます。なんとお好み焼きにもタコが入ってました。大阪ならではといった感じ。うん。お腹を満たしたところで街歩きを再開。今道頓堀川の横を歩いてるんですけど、船が動いてますよ。道頓堀川に船ですか？すごい、皆さん楽しそう。いいな、僕も道頓堀川で船乗ってみたいな。道頓堀川をぐるっと観光できるとんぼりリバークルーズ、佐々木アナウンサーも水上散歩に出発です。しますね。お待たせいたしました。早速アナウンスが始まりました。自由席となっております。愉快なガイドクルーが名所の裏話や見どころを楽しく紹介してくれます。よろしくお願いします。写真や動画たくさん撮ってあげてください。 Please take picture and take movies。 なんでわざわざこんなことを言うのかっていうと、実はこの船観光船じゃなくて調査船なんですよね。僕トライブリサーチクルー民族調査隊の一員なんです。なので今日皆さんには新人隊員として僕の調査を手伝ってもらおうと思っています。次に見えてきたのが風なんだし、風だっていう劇場のオーナーさん、風の王さんが作ってくれた橋だそうですよ。めちゃくちゃ綺麗な木目ですよね。でもこれ1枚ベリッて剥がすと中に鉄筋コンクリートが詰まっています。次に見えてきたのが新恵比寿橋。 Next bridge is 新恵比寿橋。あの手すりの白い部分、全部和紙でできているそうです。 Which wedding holds on made Japanese paper 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 全部和紙でできているんですって。でも日本唯一和紙を使っている橋なんですけど、全然有名になってないそうです。なのでお知り合いの皆さんに、あれ和紙でできているんだよ、教えてあげてくださいね。続いて見えてきたのは青色の光橋です。橋の下入ったら左右のコンクリートの部分見てみましょう。なんだかこうね、グラデーションで地層みたいに色が変わっていると思うんですけど、実はあの色が変わっている一番上まで水がぐーん上がってくることがあるんです。道頓堀川、人工の人の手で作られた川なんで、ある程度水門の開け閉めで水位、水の高さを調整できるんですけど、雨が降ってしまったり満月が出ていたり、あと阪神が優勝したりすると水位高くなっちゃうみたいなんですよね。さあ皆さん、お待ちかねのグリコランニングメン、グリコのお兄さんですよね。そしてなんと船長さんの粋な計らいで、グリコ看板の前で船少し止まるみたいです。今の間にお写真動画いっぱい撮ってあげてください。さらに知る人ぞ知る道頓堀の景色があるんです。これ何か知っていますか？ルーノディスワン、ルーノディスワン、何かわかるかな？
そう、これお好み焼き、そう、焼きそば、いろんなお料理に使ったりしますよね。クッキングツール、クッキングツール、名前いっぱいあります。コテヘラ、一文字、スパチュラ、どれも正解です。ネイティブ大阪府はコテって呼んでいます。このコテ、実は今まで見てきた景色のどこかに隠してあります。このエリアにコテ隠されてますよ。探してみてください。さあ、どこにあるかな、もしかして、もしかしてコテはどこにあるかな。青いビルのあの横に連なっている銀色の細長いものがコテですかね。もしかしたら何か見つけましたか。あの青いビルの銀色の細長いものかなと思った。素晴らしい、やった、ね、やったビルの横っちょについている銀色のこれ、ね、ライト、シルバーライト 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 個ありますね。11ライト、これコテっちゃコテっていう隠し事の一つなんですよ。素晴らしい、よく見つけたね。でもまだたくさん隠されてますよ。頑張って探してみましょう。素晴らしい、エクスレント、エクザクティブ、そうなんです。その通り、皆さん、恵比寿橋ご覧ください。プリーズウォッチ、恵比寿橋、恵比寿橋の手すりのところ、ブリッジレーリン、欄干のところですね。あそこにコテ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 。実は恵比寿橋、お好み焼きがデザインモチーフらしいんですよね。恵比寿橋、なんかお好み焼きなので、コテ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 がいっぱい隠されている、そういうわけなんですよね。これで皆さん、もう大阪にめちゃくちゃ詳しくなりましたね。本当にこの水面からの景色も新鮮でしたし、大阪の街の新たな発見もありました。そして何よりあのガイドのお兄さんの話が面白くて、いやー楽しかった。